ここに名もなき巻物あり。うちに記すは未だ結びの見えぬ物語。その顛末に望む意志あらば、己が手をもって開封せよ。かつて戦いがあった。かつて別れがあった。そして再会があった。再会は未来への道。未来を抱く新芽に育たん。新芽はやがて陽へと伸びゆき、また新たな忍びが始まる。油断したな、金色。お許しを。すぐに仕留めま
私たちは過去にあった数々の戦争を経て今日の平和を築いてきました。しかしこの平和を手に入れるために多くの忍びたちの犠牲があったことを私たちは忘れてはいけません。ボルト、ちゃんとリングは持ったの？やべ、忘れてた。そしてこの平和を維持するためにもあれ、どこだっけ？そして子供たちに伝えていかなければいけません。お兄ちゃん、これでしょ？サンキュー、ひまわり。じゃあ、演習に行ってくるってばさ。行ってらっしゃい。七代目火影の尽力によりバラバラだった五つの里は一つになり、さらなる発展に向かい一歩一歩歩んでいくのです。さっさとサラダたちと合流しねえとな。ゲームやってて遅れたことがバレたらまた怒られちまう。集合場所は木の葉の門だったよな。あれ、サバイバル演習場に直行だったっけ。まあ行けばわかるか。惜しかったね。まだまだ個人の力に頼っているな。大切なのは仲間とのチームワークだぞ。これ仲間と言われても一人足りてないんですけどね。それ今言わなくていいから。だいたいあんな遅刻男がいなくてもこの浜丸先生くらい。遅刻男がなんだって。ちぃ、奇襲は失敗か。あれだけ大きな声を出してれば奇襲じゃないよね。いや、逆にその大胆さが次のホカゲとしての器を表しているのかな。ホカゲになるのは私って。ボルト、あんた遅刻だから大遅刻。細かいこと気にするなって。行くぜサラダ、ミツキ。このハマル先生を倒して遅刻のことなんか帳消しだってばさ。
動開始。全員揃った。さあ、本気でかかってこい。一人で何とかしようとするな。大切なのはチームワーク。攻撃のメインを切り替えることを意識しろよ。これ何で考えろってのさ。使ってみるか。一人で全部できた方が断然かっこいいじゃん。モノモノお前ってやつ、これでどうだ。かかっとよっとよっとよっと甘いよ。あっとそろそろ決めるわよ。まだバラバラな不死だが、こいつらの力だ。もう一丁。なるほど、あれが最近開発された例のミール。まだまだ最高。そこまでだ。見える。行こう。じゃあね。さあ、見たか俺の実力。うん、へっ、やっぱ俺がいてこそのこのハマル班だってばさ。そうだね、やっぱり七代目ホカゲの息子の君がいないとね。四国男が偉そうに何言ってんだか。つうかあんた、なんで遅刻してきたのよ。まさか、またゲームやってて遅れたんじゃないでしょうね。まさか、なことあるわけねえだろ。じゃあなんで顔を背けるのよ、あん？いや…お前たちは仲がいいのか悪いのか。正直、チームワークはまだまだ改善の余地があるが、だが今の強さなら今度の、はい、このハマルです。無線連絡？なんだろう。ええ、了解しました。緊急任務だ。どうやら近隣の村に熊が出没し、田畑に被害が出ているらしい。俺たちはこれより現場に向かい、その熊を捕獲する。熊？俺が先行する。ついてこい。今回の任務もボルトなら楽勝だよね。何せ次期ホカゲなんだから。だから、ホカゲになるのはわた…俺はホカゲになんかならねえよ。そうなの？僕はてっきり、君がホカゲになるものだと思ってたけど、君の祖父も父親も、里で一番偉いホカゲなんだし。一番偉いとかなんだとか、そんなの関係ねえよ。一番近いとこにあるもんも見られねえホカゲなんて。だっせえんだよ。クソ親父。